私の家は私のひいおじいさんの代で、えー、文教所をやっておりました。 ひい、えー、おじいさんの父つまり高祖父がですね、えー、高山長五郎の弟で私の家に養子として婿養子とととして入ったいいうことでございますそして、えー、その息子であるひい、うん、おじいさんが、えー、始められたという言っておりますけどもまああの 主に産種の制度種を制度を市にやってたということでございますけども産種学校はですね昭和2年に廃校になってしまうんでございますけどもまあ私の家自体は営業をですね昭和15年までやったと聞いております。 うーそして文献、えーまあ、上始めた時期はあまりよくわからないんですけども私の家自体はその以前元禄時代から続く種の青銅業者だった、えー、という資料が残っております。ここにでですすね、えー、今もも残っておりますけども えー、耕す文ですねあと、えー、その、えー、公文縁という屋号で、えー、全国に、えー、北はそうですね青森からあるいは南の方は、えー、鹿児島まで全国的に取引先がございまして三、えー、集を送ってたという記録がございます。高山 社としてはです、ねえー「またむかし」という種類をです、ね、糸にしてあるいは絹にして光沢があるそんな種類を推奨しておりますけども、はいえー、それに基づいて我が家もまたむくをやって、えー、あるいはですねその養蚕農家が直接要求があれば そういった要求した種類も養蚕農家の要望に応えて作ったという記録もございますこの写真が残っておりましてですね、まあ、現代はないんですけどもここでですねその産種製造が終わったいわゆる一般的な養蚕業を文教授が終わった えー、時の、うん、算出は、うん、こちらでございますけども文教授時代はですねここ、うんえー、高円といわれるのが4つあるここであの、ま学,うん、学校兼、うん、あの算主制度をやっていたあそんな文教書です。 でこの写真がそうですけどもまあ約30人から40人ぐらいの、えー、生徒が、えー、集まっておりました今の学校と違いまして通学というイメージではなくてですね、えー、寝泊まりをしながらその時期、えー、に、えーえー、の皆さん一緒に食事をとったり寝,た寝泊まりをしながら えー、ここで、えー、まあ、はい、そうですねまあ現在も残っているんですけどもうまあ、えー、一般の家としてはどうしてこんなに石があるんだろうっていうことでまあ、えー、これぐらいの 中くらいの石ですけどもね、たくさん今でも残っております。私も子供の頃、不思議でしたですね。ただあの、よく、なんでこんなにあるのって聞きますと、ですね、えー、教えてくれました。それは、ひいおじいさんがですね。あのまあ、その文教所の生徒が、まあ、青年が多か 寝泊まりして青年が多かったために、えー、まあ夜遊びですね勉強終わって夜遊びに行くのに、えー、まあお金が、えー、なくて、えー、そして村内にその件で迷惑をかけちゃいけないということで,ですね。 えーまあ、ここから5 0 0ル先ぐらいの川があるんですけどもそこからですね、えー、石を運んでくるたびにですね、えー、おじいさんが、まあ、小遣い代わりですよね、えー、一つ一つの石にの分にいくらか小遣いをあげたという話が残っております。一つはです、ね のの実め話なんです、えー、よく小学校から帰ってきた時に、まあ、当時はあの、うん、母がよく「土留めたくさん食べちゃいけないよ」って言って確か私も腹痛を起こした思いがあるもの、まあ、たくさん食べたんでしょうね。えー、そんな思い出があありまますけど、うんまあ 食べて帰るとでなぜかっていうとですね政治、えー、よくあの私に向かって母が「赤目をしてごらん」って言って舌を出したんですよ。でこの舌をですね見て土留め色になってたというのがバレましてですねもう一つはですね大事そうに。 うんまあ服のポケットに入れてそれが潰れて色が出て、えー、結構叱られた覚えがありますよね。もう一つはですねうんこれはちょっと寂しい思い出っていうか割り切れない思い出が一つ予算のことでありました。それははですね、えーうんまあ、日おじさんは文教上位やって いたえー、っていうことですけどもその子供である私のおじいさんですねおじいさん文教上を出てですね、えー、のそうですね、えー、い今あの上田三枝し っていうところに長野の上田山市というところに出ました、えー、まあそれを出てですね上田山市を出て、えー、今はう普通高校の静岡県の藤枝北高校っていうところになったらしいんですけども心出すに田んぼって書いて下農耕 っていうところに、おじいさんは教師として就職したようでございます。で、その後ですね、えー、昭和の初め頃、藤岡に帰ってきて、高山社産業学校の教師もやっておりました。 のその時代っていうのはですね主に正音育で高山チョコロが発案した正音育という飼い方なんですそれそれでお子さんに丁寧な飼育方法でございまして、えー、まあ、えー、それをですね、えー、おじいさんは一生懸命勉強してまた生徒に教えたということだと思います。 そしてですね、その父の時代になりました。うん、父はですね、戦後すぐにですね、折本家に養子に入ったようですけども、まああの養孫教師であるおじいさんは父にですね、えー、それほどですね細かくその養子の方法は教えてなかったということでございます。 そして父はです、ね、そのまあ時代が新しくなって上層育というものお蚕さんにですね、えー、枝ごとくれるそれほど手間がかからない、えー、方法なんですけどもまあそ,れそ,のそういう上層育になったのはもともと 解雇、ねえーまあ、として強い解雇が、うん、生物上できたということを私も勉強したことがございますけどもその上層域に変わっってしまったとっということなんですその2人の葛藤なんですけども2人っていうは、まあ、私のお,おじいさんと婿養子である父の関係なんですけども父がよく母に言ってたのは おじいさんはああに言うけどもですね、うん、まあおじいさんとまあ競争しておじいさんの方法で育てててあるいは私の方法で育てて私ってはもちろん父のことですけども育てて、えー、どっちがたくさん うんうん、眉を取れるかっていうのを競争してみたいっていう、うん、まあ母によくそれを言ってたらしいけども、うん、母はね、えー、実際真の親ですから何とも言えない、まあ、ような顔をしました。また一方ですねおじいさんも、えー 私がちょっと聞,聞きて、まあ、子供である私だけに言った言葉かもしれませんけども時代は変わってしまったなということを言って私が勉強してきたものは今は役立たないっていう顔をしてましてそれは、うん あのおじいさんの孫としてあと父親の子供として本当に複雑な気持ちで時々私も思い出しますけどもね、えー、まあそういう時代の偏見が変わりがあったということかもしれませんね。